今日開幕するパラリンピックの競技を体験できるイベントが来月5日までの大会期間に合わせて都内で始まりました。難しいと思ってたけど意外に簡単だった。不安も多少ありますけれども、事前に説明をホームページ上でいただいてたので安心して今日は参加しました。東京江東区の特設会場では車椅子バスケットボールやボッチャなどを体験することができます。パラリンピックの競技を身近に感じてもらおうと来月5日まで行われるイベントで、入場は無料ですが事前予約制で東京に住む人のみが対象となっています。人が密集しないように入場者は2時間で1000人までに限定します。